岩田信は日本の法学者、民法学者、東京商科大学名誉教授、日本で初めて事情変更の原則を論じた。国際司法の大平前後一橋大名誉教授や、商法の吉永栄介一橋大名誉教授は岩田ゼミ出身。なお、民法の後継者は出していない。愛知県碧海軍治竜町出身。 1906年第一高等学校卒業。1911年東京帝国大学法科、大学独法科卒業。1916年東京帝国大学大学院、法学研究科修了。東京高等商業学校教授。1920年、フランス、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリアに、文部省在外研究員として、研究留学。 1923年東京商科大学小学部助教授。1925年同教授。1934年東京帝国大学法学博士。論文の題は専有理論。1936年白表事件で白表組として孫田秀春らと対立し東京商科大学を退官同名誉教授。中央大学法学部教授。 1946年中央大学院岸退職。翌年死去。皆川孝、大平前後先生。人と、学説一橋論争 AB 吉三木光。みつ、一橋における民法学一橋論争。博士論文書誌データベースによる異常について、岩田新博士ご略歴。岩田先生を偲んで、岩田博士追登録出版事業委員会 P122。 ありがとうございます。